聖ネデリア教会、外観聖ネデリア教会は、ブルガリアの首都ソフィアにある、聖教会の教会であり、ブルガリア聖教会ソフィア主教職の聖堂である。教会は、長い期間を経て、破壊の被害を受けており、幾度も修復されてきている。聖堂の初期の歴史は大部分が謎に包まれている。およそ10世紀に建築されたものとされ、市内にある、 他のほとんどの教会と違い石像の基礎と木造建築を有する。この木造建築は19世紀半ばまで以前、木造のままであった。また1578年には、ドイツの旅人であったステファン・ゲルラフ派という人物が、教会を訪れ、教会について書き記したことが分かっている。1460年頃、セルビアの王であったステファン・ウーロシュ2世。 ミルティンの遺品がブルガリアまで運ばれ、後の18世紀に、司祭たちの住居となる聖ネデリア教会に移されるまでに、様々な教会や修道院に保管された。移された遺品の数々はその後も、一定の期間まで教会に保管され、また、教会自体も19世紀後半から20世紀初頭に、かけて、聖キングという別称を獲得した。 1856年4月25日、以前の建物は空間をより大きく資生堂をより、威圧的にする目的で取り壊された。その後、同年夏に奥行き35.5メートル、幅19メートルの境界の建設が始まった。まだ完成していなかった建物は1858年に地震の被害に見舞われ、結果的にそれが、 建設工事を遅らせ完成が1863年まで延期となった。春工後1867年5月11日に2万人の監修とともに公式の開所式典が催された。12年後の1879年にはコルサコフ公大使からの贈り物として贈呈された八つの金を収容するために新しく首脳が建設された。教会は百九十八年に ドーム状の建物を加えられて改築された。また、1915年には、ヨーゼフ一世が、このセーネデリア教会に葬られている。1925年に、ブルガリア共産党によるセーネデリア教会襲撃事件によって倒壊し、150人を超える人命が奪われた。襲撃後、1927年夏から1933年の間に、教会は、 元の近代的外観へと修復された。これはほとんど新築されたようなものとなり、長さ30メートル、幅15メートル50センチ、そして、境界の特色である、中央丸屋根のドーム部分は高さが31メートルもの、高さになった。また、戦争などで爆撃を免れた金箔の製造が、境界へと変換された。 1971年から1973年の間、ニコライ・ロストフ・チェフが率いたチームにより壁面装飾が施された。1992年から1994年には床が改装され、北側のコロネード部分にガラスがはめられた。その後2000年に正面ファサードが徹底的に清掃され、2002年には11個の鐘が 自動的になる装置が取り付けられた。ありがとうございます。